東京、新宿、歌舞伎町、270店舗以上のホストクラブが軒を連ね、7000人以上のホストが競争を繰り広げる東洋一の歓楽街。愛と欲望が交差する街。愛するホストのために大金を惜しまずに使う女の子もいる。今この街は空前のホストバブルを迎えている。この街でたった一人、運命のホストとの出会いによって人生が大きく変わることがある。これはとある女の子の3ヶ月間の全貌である。本店さんに、先生本店さんでいらっしゃった方です。ホストクラブに通うお客さん密着というか、ちょっと撮影をしたい。いいんですか。すいません、伺ってもいいですか。お客さんの密着っていうのは、してないので。ではご案内しますね。男本がございまして、写真指名が1人を選びできます。かしこまりました。ハロー、どうも。ご一緒してもいいですか。いいですか、ご一緒しても。二宮和です、どうもよろしくお願いします。せいやです。お願いします、せいやです。何ちゃんですか。ゆあちゃん。おえちゃん。おえちゃん、初めてとかではない。そう、かわいい。飲みます。そういう感じじゃない。なんでお酒飲む。ダメ、お酒じゃダメ。イライラする。なんで、ね、つまんない。飲んだら気分上がるかな。これから多分楽しい。やる気ありますよ、はい、そんな怒んなくても。この出会いに感謝。何見てんの。じゃあ LINE 終わったら教えて。もし
あれだね、一発目だからあれだけど、場内指名とかあるよ。場内指名は、こう一回、もう一回戻ってこれるよっていうシステム。どう、ちょっと一人目にどうですか。お願いします。あ、僕もじゃあ一緒に場内指名いいですか。ダメダメなんだ。イライラしてんのね。イライラした時はもう飲むしかないで。やばい。さあ、いけるかって、やれたかって、ほーいほーい、これがゼロだ、詳しく出るよ、ほーいほーい。ありがとうございます。さっきみたいな初回とかさ、はい、多分せいやの方についてる子ちょっとあれだし、はい、ハマってなくて、そうですね、怒ってた感じだったけど、そういう女の子もいるから、はい、まあ、あとはせいやが徐々にこう喋れること増やしてるとか、はい、いつ楽しく飲める、接客ができるようになったら、多分普通にね、ああいう女の子にも楽しんでもらえると思うから、はい、いいよ、気にしなくて、はい、そういうのはそういうので、取れる時は取りに行く、また次の初回から頑張っていく、頑張ります。ミス。ありがとうございます。頑張ろう。どうもいいですか、ご一緒して。お願いします。めっちゃ髪綺麗ね。輝きすぎててちょっと目が痛くなってきた。もどもどして。嫌なことあった。何喧嘩しちゃった。結果何喧嘩。あー、なるほどね。外でも会ってくれないし、まあ、俺指名してくれたらだけど結構ね喧嘩するよ。切ってでもなってもらえたらね、わけじゃん。全然相談とかも乗るし、ちょっと LINE 聞いてもいい。忘れよ、俺で、俺が忘れさせてあげるから。場内指名くれたら座れるんだけどさ、隣に座ってもいい。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、はい。普段はさ、何好きなの。例えばサンリオとかさ。あ、くるみちゃん、サンリオくるみちゃんがくるみとか取りに行く。あれ好きだから。もう行こうよ、じゃあ。ああ、急に心開いてくれるじゃん。もう忘れた。ちょっと忘れちゃった。いいよ、あれいいよ。ダメだって。ああ、ありがとう。いいですか、ご一緒しても。いいですか、ご一緒して。失礼します。さっと持ててたんで。うっそはい、ゆあちゃんの。ゆあちゃん持ってるんだ。ゆあちゃん、ちょっと携帯見てて。顔見えてないな、俺。ハンタイムだよ。おー、そこそこ。ありがとう、ごちそう。ゆうちゃんもかっこさま、ありがとう。いいですか、ご主者。ゆうちゃん、ご主者。失礼します。ありがとうござい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 ます。ロングの子好きなんだよ。だって初めてなの。そうなんだ。俺だけ見てくれる人が好きだから、ゆあちゃんが俺だったら俺もゆあちゃんのことだけ見るから。不安に刺さってほしくないから、俺もちゃんと向き合ってゆあちゃんのことだけを見てみたい。
ねえ、でも可愛いからな。楽しみかな、それは。可愛いからね。しないと思うよ、ない。ガイちゃん、LINE を聞こえば。ガイちゃん、お家近いの？近いんだ。あ、そうなの、ね、ありがとうございます。実は誠にありがとうございました。最後にあの送り指名をね一人ずつ選んでいただきたいんですけども、エイトさん、ありがとう、ありがとう。いや、マジで。なんで選ぶ？送り指名くれ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがたいわ。ありがとう。気をつけて。また連絡するね。ありがとう。皆さん、ちなみにあの新生ゼロさんの初回どうでした？すごい楽しい時間過ごせたなって思います。通おうって思いました。あ、LINE 行きました。私はこのバッグにも付いてるんですけど、クロミちゃん好きで、はい、で、クロミちゃん一緒に取りに行こうって話してて、クロミちゃんを買いに行きたいって言ってました。めっちゃ豆な人とか本当すごい好きなんです。上の担当とかって、なんか最初だけは良かったんですけど、なんか途中からすごい脱線されたりとか、連絡遅くなったりとかすごいしてて、ずっと豆な人がいいなって思います。寒くないの？大丈夫？盛り上がったからだから送りかなと思ったら全然違かったからちょっと悲しかったけど、でもさ今日会っとかないとなと思った思ったから、やっぱ嬉しい。ちょっと笑ったらでもさ、それ嬉しい。そう、クロミちゃん、クロミちゃん行こうよ。いやでもやっぱさ、見れば見るほどやっぱ俺タイプだわ。本当？いや締め欲しいんだけどね。本当？今日出会えてよかったわ。笑ってすぐ会ってくれる人が一番多いかも。いつでも会っちゃう。本当？かわいいな。どうぞ、かわいいよ。途中まで送ってくる。ありがとう。かわいい、あったまる？うん、あったかい、めっちゃあったかい。お疲れ様です。ホスト TV です。あ、自宅に来ていただきます。結構可愛らしい感じですね。そうですね。あんまりもう怒らないように気をつけてください。あ、いいですか。はい。では、続くと、みたいな。でも、あ、来た。ちょっと待って。すいません。あ、失礼します。邪魔します。おお、綺麗にしてるね。いい子さんって。はい。てか送り選んでくれてありがとう。すげえ嬉しかった。うん、お子さんはゆうちゃんのこと大事にしてくれてるの。
と大事にするけど。はい、こう大事にしない担当さんなんてやめた方がいいよ。俺のことだけ見てほしいな。うん。ミオちゃんのこともっと教えて。ミオちゃんありがとうね。行かなきゃいけないから。うん。それは。うん。ありがとうね。おーい。こちらです。岩さんです。はい、そうです。こちらはもうセクシー。はい、そうです。はい、おはよう。めじゃん。おはよう。このセクシーじゃないって。はい、見る。今日は何してたの？今日もバイト終わったから。乾杯。はい、じゃあ。いいよ、無理しなくて。なんか、クールかもしれない。聞いてみたいし。いや、本当に大丈夫。大丈夫。だけで嬉しい。ロジャーのロゼをください。はい、了解です。ありがとうございます。なんと素敵な素敵なロジャーグラドロゼいます。さあ、それでは、見せよ。せーの、ガスト、一緒、行けよ、出て、シャンパンゴール。はい3秒前からスイッチ。スイッチ。セツピー色に染めちゃうんで、よろしく。いいでしょ。セツピー、さすがだ。ありがとう。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。あれもおめでとう。いや、今日ありがとうね。空いてる？え、なんで迷ったの？ご飯行こうよ。こっちは蓋。もうすぐと思うよ。すぐ出れるからさ。はい、じゃあ乾杯。うい、ありがとう、今日は。ちなみにそこに撮影班があると思う。エビチャーハンと麻婆丼をお願いしてもいいですか？はい、はい、お願いします。中華好きだね。めっちゃ食べちゃうわ。この前さ、一緒に初回来てた子はさ、誰を送りにしたんだっけ？カズね。連絡取ってんのかな？ちょっと会ってみてよ。だいぶしたら楽しいよ。じゃあちょっと今度誘ってみる。普段何食うの？普段ホテルで仕事してるから、あんまり自炊とかしてなくて。そうだよね。しかもさ、食費とかも大変じゃない？今日は、めちゃめちゃ大変だから、結構パンとか食べる。パン？
何パン？焼きそばパンとか。こっちの。かわいい。いらっしゃいませ。ゆあちゃん。そしたら、そして、相棒みたいに絶対楽しい。ゆあちゃん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 。飛ぶなよ。指名するの初めてだもん。慣れてるから。じゃ、まえちゃんはね。楽しみますよ。って。ロジャーガードの一発えーでしょーそれでは、はい、クラブ、はい、シーズン、はい、ゼロ、はい、キャスト、はい、一応、はい、いよいよ、はい、グリーンで、はい、シャンパンゴール、はい、はい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 チャンスーはいマジね、高いお酒入れてくれる姫は最高だぜ。やります。いやね、高い酒入れてくれる姫しか勝たんってことでね、抱いちゃおうかな。今日は抱いちゃいます。よいしょいいでしょ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。ありがとう。最高最高最高。乾杯。はい、イエーイ、よいしょ。ちょっと待って。ひなちゃん。ちょっと一回だけ話してからさ。あ、すいません、ホスト TV です。次回、さらなるユアさんの全貌に迫る。ユアさんの今後は一体。はい、チーズ。